大人の正しいブチギレ方。キレるっていけないことだと思ってないですか？実はそれ勘違いです。正しいキレ方ならキレてもいい。今からその正しいキレ方を伝えますね。それは自分を主語にして感情を伝えるキレ方です。例文です。私はバカにされて悲しい。私は嘘をつかれて傷ついた。という自分の素直な気持ちを伝えることで相手に罪悪感が芽生えます。 NG パターンはこちら。あなたが嘘つきで怒っている。あなたがこうしたから悪い。主語をあなたに変えると攻撃的に思われて反撃されます。怒りは溜め込まず小出しに消化していくことが大切です。イライラしたら相手を攻撃するのではなく、あなたの気持ちを伝えてみてくださいね。ですが理想は切れなくて済む人間関係なので、そういった状況になった時には上手な切れ方をしていきましょう。こちらは古代より幾多の言い争いを収めてきたマーマー像になります。チャンネル登録が励みになります。 Thank you.